はい、おはようございます。ギョラギャルです。今日は島根県湯野釣り来てます、ね、この時期楽しい釣りがあるので、今日は湯野釣りの清涼丸さんにお世話になって釣りをしていくんですけど、今日はね、ゲストじゃじゃーん。おはようございます。神谷釣り具商工センター店の西山です。よろしくお願いします、はい、今日は西山くんと一緒に湯野釣りのね、美味しい魚、これをスーパーライトで狙っていきます。水深も浅いところなので、ジグもね、いろいろ使いながらいる魚を釣っていくと。まあ、本命は西山君、今日は何ですか？今日やっぱイサキですかね。イサキですよね、夏といえばね。イサキを釣って、あとはタイとかメザカナもね、多いので、いろんな魚種が釣れるこのね、山陰の湯野釣り、ここを一日楽しんでいきます。じゃあ早速乗ってね、釣り行ってきます。お願いします、はい、お願いします。一緒に釣れるかな楽しみです ね、 いい潮だといいけどね湯野釣りのスーパーライトジグ、イサキっぽいいい当たり方、グーンと持っていくね、いい感じですね。いやー、夏の釣りはこれがあるからね、たまらなく楽しい。あー、ホールで食ったぞドキドキの日常はここにある、亀屋釣り具。さあ、早速ね、ポイント到着です。もう港出てすぐ、ここ水深で30メーターぐらいの魚礁ですね。とりあえず魚礁周りでイサキを狙っていきます。はい、最初ね、僕使ってるタックル、今日ねスーパーライトジギングなんで、ビガーのね600の UL ウルトラライトで、リールはね、まあ、3000番から4000番クラスで、メインライン P の08です。でリーダーがフロロの4号、それをね1ヒロ半ぐらい入れてるから。で最初使ってるジグがドラッグメタルの、ドラッグメタルキャストシリーズ、おかっぱりでね使えるシリーズの、それのねショットっていう、ドラッグメタルショット、それをね使ってます。トールさん、最初はどういう誘い方で？最初は反応、どういう感じで魚が反応してくるか分かんないから、うん、とりあえずただ巻きから2分の1のすごい速いピッチと、うんうん、あとはワンピッチとか、ちょっといろいろ混ぜながら、うん、その日の魚の反応を見ていくって感じですね。で、なんか薪の方で反応するんだったら細かいピッチでピン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 早く動かしてあげた方がいいし、逆になんか全然薪で反応しなくてロングジャークのポールの方で反応するんだったら、ポールの方に切り替えるような感じで、だいたいこの朝日が出たタイミング、明るくなってベイトも動き出すからね。そうですね。来た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 早速来たけど、これなんだろうねああ、僕らの味方カサゴちゃんこれちょっと可愛すぎるからリリースしますよ、このまま。はい、バイ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 僕今ゴールド系の赤金使ってるんですけど、うん、トールさん今何色なの？僕シルバーのゼブラグローが入ってるやつね、うんうん、だからちょうど西山くんがゴールド つけたの見たんで、はい、くそーと思ってじゃあシルバーで行こうかなって。結構それでもね反応変わったりもするし。そうですね。そうでグローをあえて入れたのも、うん、その理由。ああ、なるほど。そう、おホールちょっと竹に行き過ぎなんじゃないですか。サバ
はい、さっきいいサイズ。亀屋釣り鞍馬支店の富田幸康です。今日は実は当選してまして、で一緒にイサキ釣りを狙ってるんですけど、早速釣れました。で一応ヒットルアーがブラックメタルキャストスリムの 40g の赤木で、ロッドは今日はビガーの S600UL の柔らかいクラスですね。理由は大体3000万の XG という形で釣りをしています。釣れた感じはもうホールですね、ホール中に持っていくような感じだったんで、それで浴衣が釣れました。イワシがちょっと固まってないんで、あれが固まればもっと釣りやすい。こっち、当たってる当たってる、結構当たったけど、逃げにね、結構ベイトに狂ってる状態とかだと、もう回収ぐらいの早巻きからバーって巻いてピタッと止めた瞬間でドーンってアタックしてくることが結構あるので、それでやってみますよ。この釣り方を見つけていくまでが楽しいですからね。ですね。おおなーい見ちゃったよ今そこ付近横筋増えない、よいしょボトム付近でちょっとワンピッチでシャク打ってたら来ました。ブレードがあるんですけど、やっぱしっかりシャクってもいいジグなんで、で UV のシルバーをちょっとチョイスしてみました。SS スピンっていうやつ、ブレードスピン 28g。 はい、すいません、上げてください。ちょっとあんまり頭が良くないんで、はい、はいに行きましょう。はい、はい、了解です。ちょっとイサキ不発なんで、朝一イサキ不発なんでね、ちょっと潮が動くタイミングにもう一回入り直して深場で大好きなあいつを狙いに行きます。今の水深が 80m ぐらいなんで、このポイントは大台です。大台狙いで頑張っていきたいと思います。でベイトリールタックルに変えてジグを 100g ですね、の 105g のセミロングに変えてました。まあ、このポイントはアマダイとかも狙えるそうなので、そっちもちょっと意識しつつアクションしていきたいと思います。タイの狙い方とかあるんですか？タイ狙い方はそんなに速いピッチ、ベイトとかについてれば、うん、速いピッチの方がいいですけど、結構ね細かくネチ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 で、当たりがあったとしても、はい、焦らず慌てず、うん、しっかりガンガングルンってくるまで頑張って耐える、そんな方が絶対いいです。なるほどなるほど、速合わせは元気ですね。そう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 、なるほどですね。よっしゃ来たよ、ナイス。おお。レンジはどの辺で来ました？ボトムからやっぱ3メーターぐらいですね。ワンピッチでちょっとロングホール気味に大きいしゃくりを入れた、うん、糸が止まりました。かわいい、レンティー、レンティーですねお、来た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 、ダブルヒット。おお、叩いてる叩いてる、あらら、同じ同じ同じレンティですね。よし、ほら、さあレンコ、はいね、仲良くレンコですね。あ、多分ね同じ群れです西山さんセミロング、セミロングでのコイカグローだ。コイカグローで、はい、僕はフォース、ちょっとショートボディのフォースの 80g の 105g ですね。ね、ブレードに食ってるし、ちゃんと効くんですねこの時期はね、ブレードが、ね、いいですね、ブレードブレードにしようかな、もうはい、きたー
はは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 アマちゃんじゃないですか。ボトムからワンピッチでしゃくり上げてきて、これもちょっとテンションを抜く感じでトントンシュンとちょっと大きいホールを入れた時にテンションが抜けるあたりですね。そういう時はだいたい食い上げてくるので魚ですね、バッチリかけてあげた感じですね。お、今度こそ来たね。行きますよ。よっしゃ、来たよ。あー、糸よりこだ。いいよ、じゃあ。やりました。どういう感じで釣れたんですか。これは今使ってるジグはブラックメタルフォースのセミロングの 105g の UV グリーンゴールドで、まあ、釣れ方としてはそこをもうふわふわ、うん、ふわふわ重点的にやってたら、はい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 、ずっといい当たりが、はい、どんな感じできました。僕も同じセミロングのタイプの 105g で小イカグロ、僕もちょっとボトム付近でふわふわでちょっと大きくしゃくってホールを入れてあげたらガガガッときましたね。楽しそうだね。いいね。でも今日セミロング当たってるね。ですね、セミロングいいですね、はい、ね、いい感じ。カラー2人ともね、まあ、ゴールド系とか、まあ、小イカグローが入ってるやつだけど、そこ関係なく食べてきてるんで、僕だけシルエット小さいので、まあ、もうちょっとやってみて。あ、来た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 。これでもうちょっと反応見ていい方のジグにちょっと変えてみようかな。あ、青ハティだ、青ハティ。じゃん、ね、青ハタでしたね。でジグはドラッグベッドフォースの 80g、ね、青ハタちゃんです。比較的ちょっとですね、セミロングタイプの方が深場反応がいいみたいなので、もうね、さっきまでフォースの方を使ったんですけど、今度セミロング85のね UV のシルバーグロンでタイ釣りたいんで、ボトムから 30m ぐらいまで狙っていきます。で狙いは青物とかではない、でもすごいゆったりとした2分の1ピッチぐらいで最初反応見ますね。でその中に何回かしゃくってアクションさせた後にふわーっとホールを入れてあげるような感じ。うわー、触ってる。来たよ、来た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 。はい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 、でも着底だったからな。はい、連発。よいしょ、ほらほら、フロントがいいとこかかってる。ここ日本、これジグの姿勢がしっかり綺麗にこう水平のね、水平姿勢取ってる時に頭回り込んでガボン食べていくからフロントなんですね。よし、いやー嬉しいね。あ、ちょっと、お、そっちにいた。途中でクンクンクンって言ったら熱いから、そう、来たー。ナイス、いいっすよ、いいね、いいね。シャマさんのはビガーの C の601の L ベイトの方ですね。待ってると思ったし。いいのが来てる、これもう。何これ。はい、釣れました。使ってるジグがドラッグメタルコースの 80g の UV 赤金にあのブレードがついてます。で、まあ、釣れ方としては着底から3巻きぐらいでゴツゴツ当たってたんですけど、まあ、ちょっと待った方がいいってことだったので
待ってから合わせたら、あ、待て、釣りました。口と変なところに引っかかったかな。引っかかってるっぽい。うん、引かないんで。青肌っぽいね。青肌美容場ナイスそうワンピッチのちょっとゆっくりめな感じで誘い上げるテクニック、ひったくりをドンと来ます。このフックセッティングが効いてるかもしれないです。来た魚は全部取る西山セッティング潮とかね、風がもうちょっと吹いてくれればいいと思うけどね。だから今潮待ちですね、状況的にはね。でこれからのね、夏場の時期のこの SLJ の釣りっていうと、比較的もう魚種がすごい豊富になるんですよ。もう本当に底物の根魚系だったりとか、まあこの湯の釣りだとアマダイもまだ釣れるしが釣れて、でちょっと上にタイとかレンコとかがいて、でもうちょっと上になると、今日の今ぐらいの時期だとちょっと厳しいけど、もうちょっと暖かくなってくると今度は青物が入ってきたりとか、もうほんといろんな魚が狙えるんで、だから前走とかポイントによっては誘い方を変えてあげる。でそこの方だったらゆっくりめ、根魚狙いたい場合はもうほんとにかくゆっくりゆっくりゆっくりフォールを織り交ぜながら釣っていく。でその辺からちょっと上になったら2分の1ピッチとか4分の1ぐらいで小刻みに事故を飛ばしてタイとかを狙ってみる。で逆に青物が多いよときはワンピッチの早い動きにして誘ってジグを激しく動かして飛ばしてあげる。そうやって釣り分ければ1回落とすだけでいろんな魚種を狙いながら釣りができる。特にこれ今使ってる、僕が使ってるこのビガーっていう竿に関してはフルソリッドで全体的にちょっと柔らかめのセッティングのロッドになってるんですよ。だからやり取りが楽しいし、まあしっかりかかっちゃえばバレにくい。ジグアクションさせるときはカーボンの、ね、中ブラ、ちょっと張りのあるねロッドを使い慣れてる人の場合だと、どうしても、ね、ジグが水平の位置から動かそうとするんで、ここがティップが結構入っちゃって動かないんですよ。動きにくい。ティップを海面の方に下げてあげて動かしてあげる。だバランスで言うとここら辺ですね、ティップではなくてベリーの部分、この辺でジグを操作しているような感覚、こういうそういう感じで使ってあげるとしっかりジグ動く。おお、来た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 。ああ、よしよしよし、来たねー。あーらーあーらー、ちょっと見ないでちょっと見ないでよ、やめて。はい、ごめんよごめんよ、はい、ごめんよ。ベイト浮いてる。ね、夏場になってくるとね、いろんな魚釣れるんで。どうしよう、ナイスヒットナイスヒットそう、お、叩く。そうですね、ぽいね、ぽいね、いいじゃんいいじゃん。タイ、あ、タイっぽいね、タイだね。レンコ、あ、レンコかな、レン、いや、レンコだ。よし、よいしょー、やった。タイを釣りたいので 80g のグリーン、 UV のグリーンゴールドで、もうリアブレードフックこれつけて、ちょっとかなりねスローでゆったりネッチネチ、これで狙っていきましょう。しっかり見せて、もう巻きでやってみる。ちょっと来た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 、よしよしよし、巻きだい、巻きで何かが食ってきたけど、でーつって目が綺麗だよね、この緑の目がね。おお、いいじゃんいいじゃん。タイか。お、お、タイっぽい。タイっぽい。ぽいよ。あと15メーター。そう。見てきた。回ってる？
あってるね。泡出てるね。泡が出てる。いいじゃない、いいじゃない。ナイス。やったー。ナイス。やりましたー。今回はですね、そこから5メーターから10メーターのラインで食ってきて、ワンピッチのアクションで釣れました。ルアーは、ドラッグメタルのセミロングの105グラムですね。まあ、シルバーのグローが入ったモデルです。針にね、今回はやっぱり今日いつもずっと使ってるあの早掛けフック。このフックがあればバレることはないです。やりました。さあシャローに入り直してイサキですよ。イサキでジグはね、ドラッグメタルキャストもうスリムタイプね、ブルピンイワシで、フロントだけ早掛けフックで、リアは純正のねシングルフックのティンセル付きね、これで狙ってきます。こう結構イサキもね、こう根回りで、今根回りは魚礁回りなんですけど、浮いた反応を示すときともうそこべったりとかで、何匹か釣ってくるとそこべったりなんですけど、どんどん浮いてきて活性上がったりするんで、まあ、そうやってなんかいろいろね探りながらやっておいた方がいいですね。で反応ないときは、まあ、バーチカルとかね、こう真下に落として反応ないときちょっとキャストして横引きしてあげる、そっちの方がねいいです。広範囲を絶対に狙った方が確率がグッと上がるんで、浅いから。ちょっとでも潮が残ってるうちに反応してくれればいいけどな。来た来た来た。イサキっぽい。イサキっぽい。ナイス。いいぞいいぞ。お、茶色い茶色いね。いいねいいね。ナイス。やったー。ナイス。そうですね、ボトムからワンピッチで上げてきて、ボトム付近で食いました。どう、あとルアーをちょっと軽くしてドラッグメタルキャストスリムの 20g 変更して、リアを早掛けフックの16番ですかねに変えてます。ショートですね。バッチリ刺さってます。いいな、俺も釣りたいな、イサキ。で特にホールの当たりが多いので、そこね気をつけてくださいね。誘う、こうツンツンツンと細かく誘った後にフッと誘い上げて、スッと落としてあげる。ツンツンツン、ふわって上げて、そこからスーッと落とす。その時にガンと持っていくようなね、当たりの出方が結構多い魚だから。あとはキャストした後にこうつまんどいて、糸の出るスピードって大体つまんどけば一定で分かるんですよね。ここをね軽くこうやってつまんどくだけ。この時に着底、明らかに着底前に糸が止まったりとか、この出るスピードが急に速くなったりしたら、もうルアー加えてるような状況なので。なので糸はこうフリーでパラパラと落とさずにサミング指で整えるぐらいでいいです。糸がこう暴れないように整えるぐらい、それぐらいで押さえておいてあげると、より当たりのね出方分かりやすいから、やっといた方がいいです。それとね、イサキも結構口が柔らかい魚だったりしたり、口が小さいので、なるべくロッドは柔らかいロッドを使った方がいいです。スピニングであれば UL か L、今日使ってる、僕が使ってる ウルトラライトクラスかライトクラスで十分追加できる。で、まあフルソリッドは柔らかいし、しっかりこう曲がるし、ね、ぐわっと曲がってくれるんで、こういうね夏場の楽しい、いろいろ狙える SLJ の釣りにはぴったりなので使ってください。オッケー。お、それ違うな。これは違う。タイじゃないか。なんだろう。タイ。お、イサキだ。おお、大丈夫。よっしゃー。はい。
ジグ一緒ですね。食いに来て食い損なったけど早掛けフックならこうかかっちゃう。あーホールで食ったぞホールチューリクタ、これイサキじゃない？この釣りでも楽しいのが来ましたよ、来ましたよ、ほらイサキちゃん、いえ、危ない、いいザキ、ね、で僕もね、ドラッグメタルスリム 20g のね、赤金で、フロントは純正ついてて、リアも付属でトリプルがついてるんですけど、ね、付属で売ってるね、ティンセル付きのね、シングルバージョン、イサキっぽいいい当たり方、グーンと持ってくね、いい感じですね。いやー、夏の釣りはこれがあるからね、たまらなく楽しい。はい、そろそろ終わりの時間です。残念ながらね、早いですね、やっぱ釣りしてたら、ね、釣ると早いよね。なんで今日ね、ちょっとね、潮動かなくて厳しい時間が多かったですけど、うん、厳しいけどいろんな魚は釣れたでしょ。そうです ね、 ね、でタックルとか使うジグも比較的軽めなので、もう初心者の方は女性、あとまあ中学生ぐらいのお子様でも全然大丈夫ですので、ぜひ楽しみながらね、この湯の通きのスーパーライトジグやってみてください。いやいやいや、今日はありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました、ね、すごい楽しかったです。いい太一って満足そうですねすいません、ありがとうございましたで暑い日がね、続きながらこう釣りをすると思いますので、こまめな休憩と水分補給忘れずに楽しく釣りをやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。